こちらは新潟市営日本です。午前6時35分現在の磐越道の道路情報をお知らせします。通行止めの情報です。事故のため磐越道は上下線とも小野インターから磐越道岩木丹羽インターまでの区間で通行止めになっています。次に冬用タイヤ装着の情報です。雪のため磐越道は上下線とも西会津インターから磐越道岩木丹羽インターまでの区間で冬用タイヤなどの滑り止めがなければ通ることができません。次に速度規制の情報です。雪のため西会津インターから小野インターまでの区間の岩木方向、小野インターから西会津インターまでの区間の新潟方向でそれぞれ最高速度が50キロに制限されています。新潟県内全域で13日から大雪となる予報が出ています。雪道運転に慣れている方でも雪の降り始め時期は油断禁物です。最新の気象交通情報をご確認の上、無理のない安全なドライブプランをご検討ください。安全運転でお出かけください。